重厚 B ファイター、重厚ーファイター、重厚ーファイターは、1995年、平成7年2月5日から1996年、平成8年2月25日まで、テレビ朝日系列で毎週日曜8時8時30分、JST に、前後1 3話が放送された、東映制作の特撮テレビ番組、及び作中で、主人公たちが変身するヒーローの名称。 メタルヒーローシリーズの第14作目にあたる野心作だった前作ブルース・ワットが商業的に苦戦したことから本作品では超人気メタルダーから始まった多様化の流れをリセットする形で変身ヒーローと異次元から来た侵略者の体というシンプルな構図に回帰したこれ以前のメタルヒーローはスーパー戦隊シリーズより 対象年齢が高く意識されることが多かったが、本作品では、スーパー戦隊と同じ3から5歳男児に引き下げられた。本作品以降のメタルヒーローの対象年齢は、基本的に戦隊と同じである。本作品の、全53話、レギュラー51話、特別編にはという総話数は、メタルヒーローシリーズの中では、特救い司令ソルブレインと並ぶ。 最長話数であり、劇場版も含めると最多の作品が制作された作品である。続編である、B ファイター株とは本作品の戦いから5年後の設定である。プロデューサーのヒカサ・アツは、主人公をそのまま引き継ぐ案も存在したことを証言している。必殺技描写や大型メカニック、戦闘シーンの舞台として登場する異次元空間。 ガオームゾーンの設定など、メタルヒーローの原点である、宇宙刑事シリーズを強く意識している。メインライターの宮下俊一は、オーソドックスな王道路線を目指した作品であり、これまでのシリーズの完成型と評している。一方で、元バンダイデザイナーの野中氏は、スーパー戦隊シリーズとの差別化については、開き直っているとも評している。 これまでのメタルヒーローシリーズの主人公たちには、時空戦士スピルバムを除けば、刑事、ロボット、忍者、サイボーグレスキュー隊といった何らかの、初めから戦闘に慣れている、竹いる戦士の要素があったが、本作品の主人公たちは自然を愛する、ごく普通の若者として設定されている。前半では、主人公3人が、いずれも、学者という設定から、 作品自体立地的で地味な雰囲気が強かった。しかし、意図しなかったとはいえ新レギュラー、高取舞の明るい、弾けたキャラクター、それと正反対な影の属性を持つ、後半のライバルキャラブラックビーとは、作品の雰囲気をも強く変えていった。後半に向かうに従って、主人公以外の敵幹部のみならず果ては、向井博士まで大活躍、終盤は、 セントパピリアをめぐるジャマールの内紛と幹部の離反、宿命に翻弄された、拓也の戦線離脱、組織壊滅で終わらない、最終決戦と勢いを衰えさせることなく一年を完走した。玩具的にも、万を持たしての昆虫をモチーフにしたということもあって、年間を通して好調で、シリーズ化を果たすほどの成功を収めた。ブルース・ワットの演出だった。 格話冒頭と終わりと次回予告冒頭に来るタイトルスペースは本作品でも設けられており、サブタイトルは番組のタイトルロゴが崩れた後に表示され、終わりは番組ロゴの左下に続くと表示された。またアイキャッチもそれまでのヒーローのシンボルマークや英文字をロゴ化したものではなく番組のタイトルロゴが形成される演出であった。本作品では物語中盤にて、 メンバーの交代劇が織り込まれているが、これは当初の予定ではなく、葉山霊役の葉月玲奈が撮影中に負傷したことが理由である。プロデューサーには、前作まで手掛けている、堀長文も名を連ねているが、実質的には、東映不思議コメディシリーズを手掛けてきた、ひか敦氏が中心となって制作が進められた。メインライターは、前作から引き続き宮下俊一。 その他戦、沢信を、詐欺山京子などが執筆しているが、昨年と違いライターが少数に固定された、ローテーションとなった。本作品で、最終2話の脚本を手掛けた、小林康子のインタビューによれば、このローテーションは当時東映上層部より、東映は、新人養成学校じゃないと一括されたことにより、それまでの作品に携わっていた新人ライターの、 多くが一掃されたことに起因している。しかし、当時新人の小林は先輩である詐欺山の名を借りて作品を発表しており、2010年8月発売の東映ヒーローマックスにて、その話が第11話、怒りロボ大暴走であることが判明した。監督ローテーションは、ヒコサの意向が強く反映されたものとなった。パイロット版1。 二話の監督にはヒカサも携わった宇宙刑事、シャイダー以来の沢井慎一郎が起用されている。本作品には、その他、監督としては、シリーズ初登板となる渡辺克也が参加。また、宇宙刑事ギャバ二条監督として参加していた坂本太郎や特装ロボジャンパーソンにて、本編監督デビュー果たした金田治も初のレギュラー監督として活躍している。 このうち校舎は、ジャンパーソンでの金田演出の質の高さに圧倒された、結果、本シリーズに参加してもらうことになったことを、当時の雑誌インタビューにて、ヒカが明かしている。アクション監督は前年まで担当していた山岡淳二に代わり、スーパー戦隊シリーズを担当していた武田道弘が担当し、スーツアクターも前年まで戦隊側に出演していたメンバーが中心となった。 キャラクターデザインには、マイケル玄長をはじめ、大畑光一や原田義郎など過去に、東映特撮と縁のある面々が起用された。このうち、岡本秀夫を除く4名は、同時期に放送されていた、調理器戦隊をオレジャーにも並行して参加している。音楽面では、劇中音楽を忍者戦隊カクレンジャーよりスライドする形で、河村英二が主題歌の作詞、作曲を、新。 仮面ライダー序章以来となる、宇崎竜、揚義洋子夫妻が担当。また本作品の主題歌、挿入歌のうち、黒木十字歌、ブラックビーツを除く9曲の編曲を、石田勝則が、全曲の歌唱を石原慎一が手掛けている。河村作曲の劇中音楽は、他の特撮作品からもいくつか流用されている。地球上の各地で、 大量の昆虫が異常発生する現象が頻発した。その調査でジャングルを訪れた、海拓也は洞窟の中で昆虫界の長老グルと出会い、それが侵略者襲来の前兆であることを聞かされた。拓也からそのことを聞いた、向井博士は侵略者の存在を政府に訴えるが、全く相手にされず、仕方なく自分たちだけでも戦うことを決める。やがて老子の予言通り、 異次元から侵略者組織ジャマールが現れた。昆虫たちは必死にジャマールに挑むが、その圧倒的な戦力の前に次々と倒されていった。一方、精魂込めて開発していたアーマーがなかなか起動せず、苛立ちを募らせていた拓也と博士のもとに老子が現れ、アーマーに昆虫の性を融合させインセクトアーマーを完成させる。 拓也と勇敢にもジャマールに反抗した二人の若者、片桐大作と葉山玲が、その適合者に選ばれ、人間の最先端科学と昆虫の未知の力を合わせ持った三人の昆虫戦士 B ファイターが誕生、異次元軍団ジャマールに挑戦状を叩きつけた。人間の最新科学と昆虫族の未知の力との融合で生まれた戦士たち。変身。 アイテム B コマンダーにより、の、キーワードと共に強化服、インセクトアーマーを装着する。3種類のインセクトアーマーはいずれも甲虫類、ビイートルがモチーフとなっている。あらゆる次元を侵略し続ける、異次元の戦闘集団。狩猟が大向か、合成銃軍団、戦闘メカ軍団、傭兵軍団の3つの軍団で構成される。アースアカデミア、 日本支部で開発中だったプロトタイプアーマーにローシュグルが昆虫の精を吹き込んで作り出した昆虫の力と科学が融合した強化服。人間と一体化することで起動する外骨格性体荷中であり、キチンを元に作られた疑似光格細胞にチタンタングステンなどの金属イオンを吸着させ特殊硬化させたインセクタイトが外装工とし用いられている。 大気中から吸収したイオンエネルギーが内部でプラズマ化して動力源となる。アーマー自体が心を持っており変身する人間を自ら選ぶ。昆虫の力を持つため機械を操る電波の影響も受けないが、昆虫の天敵である食虫植物の花粉や寒さには弱い。ビーファイターカブトではネオインセクトアーマーの手本になった。 ヘビウザに噛まれた際に毒液を注入されたことにより、装着者の意に反して操られ、同士打ちに追い込まれたこともある。またダーグリフォン戦では、超高周波発生装置が故障したため、改良を加えられソニックフラップ、光の波動が使えるようになった。アーマーの背面から連想される、個人武器、ガントレットと核アタッチメントで構成されており、 アタッチメントを回転させることで威力を高める。アースアカデミアによって開発されたマシン。アースアカデミア、日本支部の敷地内に作られた重工基地より発信する。操縦にはインセクトアーマーからの昆虫エネルギーを使うため、重工前での操縦は不可能。すべて巨大マシンゆえ、パトロールや平時の移動には通常のバイクを使用する。 B ファイターカブトでは、ネオビートマシンのベースとなったことが語られている。ガオームが B ファイターと戦った成果から邪魔ある、科学によって生み出され、シャドウが邪行したキ切り虫型インセクトアーマー、いわばワルの B ファイター。メインカラーはメタリックブラック。B ファイター3人をまとめて圧倒するなど、戦闘力は非常に高い。 対 B ファイターの資格としてがオウムからの信頼は厚く、ブルービートの抹殺に固執するが、そのために侵略、征服活動を展開しようとする山幹部とは折り合いが悪く、彼自身もまた山幹部を無能扱いしているが、たびたび参幹部に新兵器を舐めてかかったところを実験台に酷使されることもあった。終盤ジャマールから離反した同志として、ジェラと同行するようになり、 暴走したシュバルツがジラを殺そうとした際は、自身の寿命も帰り見ず助けている。特別編では、ジャグールに取り込まれた悪の一部として、顔面だけが出現している。特別編のみのゲストは特別編を参照。スーパー戦隊シリーズで戦隊ロボのスーツアクターを務める草加秀明が、本作品で初めてヒーロー役を演じた。CD の発売元だった。 オルテミュージックエンタテインメントがサウンドトラックアルバムの発売後に解散したため、追加で制作されたシングル、黒き十字架、ブラックビーツとサウンドトラックアルバムに未収録の曲を中心に選曲されたアルバム、東映メタルヒーローバトルミュージックコレクション1は日本コロンビアからの発売となった。上記のほか、第15話では、郷ひとみの二人、第52話では、 特装ロボジャンパーソン主題歌、特装ロボジャンパーソンとブルース・ワット挿入歌、友情超ファイターが挿入歌として使用れた。本作品では第51話で本編の最終回を描き、残る2話分を特別編、集結、三大英雄、かけ、英雄たちとして制作している。この特別編ではシリーズ前作、ブルース・ワット及び前々作、 特装ロボジャンパーソンの登場人物が B.E. ファイターと共演し、軌道刑事地盤以来メタルヒーローシリーズに関わって、来た堀町文プロデューサーを送り出した。これはファンサービス的に制作されたものであり、前作、前々作との世界観の共有が公式に言及されているわけではない。また、同時期に放送されていた、調理器戦隊オーレンジャーも、 この年からスタートしたオリジナルビデオシリーズスーパー戦隊 V シネマで前作ヒーローと共演している。ドモンは1995年に公開された奇形わだつみの声ラストフレンズに出演する都合上、この時ヒゲを生やしていた。そのためそのドモン演じるシグも特別編においてヒゲを生やさざるを得なくなった。作中、将来から懸厳に思われ、 最近は得るようになったんですよ。何か、おかしいですかと説明するといった演出がなされた。特別編に登場するガン・ギブソンの声は、オリジナルキャストの鳥ト居ナなりではなく、松本大が担当した。これは、鳥居が当時フランスへ留学していたためであり、後年、鳥居はビーファイターに、ガン・ギブソンが登場するとは知らなかったと述0している。52話のラストに付けられる。 最終話の予告編は、例年通り同時ネット地域向けの前半15秒が B ファイター最終回予告、後半15秒が後番組、B ファイターカブとの新番組予告のものと、送りネット及び再放送向けの30秒前編は最終回予告の2通りが制作された。ビデオソフトに収録された予告編は、30秒バージョンの最終回予告映像に、 本放送用のシネテープの音声が使用されてり、B ファイター株とレギュラーの山口良一が新番組を紹介するナレーションに合わせて3大ヒーローが必殺法を放つという異様なものになってしまった。なお、特装ロボジャンパーソンのビデオソフトに収録されている10話から12話までの予告編でも同じ状況が起こっている。DVD では映像。 音声ともに30秒版のものが収録されているが、フィルムのサウンドトラックの音声になっている。上のほか、再生怪人軍団として、イルバとガガモスも登場。特馬書店、テレビランド1995年3月号から1997年2月号に、かけて、B ファイターシリーズの漫画が連載されている。作画、もう年平、年退 B ファイターの漫画版では、 月面決戦でテレビ版では実現しなかった B ファイターが10人勢揃いする。あとに2003年にスタジオ DNA 現一人社から B ファイター株とと合わせた形で単行本として発売された。単行本には開拓や役の土屋大介の特別機構が収録されている。戦隊シリーズの特撮シーンを流用したアメリカ版 パワーレンジャーのヒットを受けて B ファイターも同様のスタイルの作品ビートルボーグとしてアメリカで放送されたお化け屋敷の主人から力をもらった少年たちが変身するという設定で名称はブルースティンガー、ブルービート、グリーンハンター、G スタック、レッドスティンガー、レッドル、シャドーボーグ、ブラックビートに変更されている詳細については当該項目を参照 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。